あー、とうとう生体になりましたね。よし、じゃあ最後はやっぱインパクトクレーターに生体になった姿を自慢しに行きますか。壮絶な戦いの跡がありますね。やばいな、これ焼き鳥やられちゃうじゃないの。どこかにお困りのトリケラトプスさんはいないですかね。よし、あのティラノと一戦交えるか、最後に。緑の丘、グリーンヒルズまでちょっと歩ってきました。なかなかプレイヤーが今ちょっと少ないタイミングかもしれないですね。あ、さてさて、誰かいますかね。気配はしないんですよね。誰もいないかも。あれはなんかいますね。でかいのがいるな。あー、草食恐竜。つけ狙われてんのかな。焼き鳥も助けてあげるか。いいな、これで行こう。やばいな、これ焼き鳥やられちゃうんじゃないの。ヤブヘビだったかな、関わったの。やべ、味方からの誤射でやられそう。一旦距離を置いてみるか。あ、しかもトリケラじゃないですか、やられてんの。かわいそうに、叩きを打ってあげたかったけど、一旦引こう。壮絶な戦いの跡がありますね。そして今なんか泣いた？あ、さっきの人たちだ。ここまで来たってことはやっつけたのかな。
やべ、なんか補足されましたね。焼き鳥も一旦ホームケーブ行くか。うわ、やられちゃった。いや全然追い払えなかったですね。おりゃりゃりゃ、ワニさんいますね。見えるかな。やめよ、違うとこでも水飲もう。あ、いますね。こんにちは。ワニさんと分かり合えるかな。大丈夫っぽいですね。分かり合えたみたい。もう一回ブルブルしとこう。ふいふいふい。お水飲んじゃおう。さよならワニさん。
せっかくだからトリケラ同士でチーム組んでチームクエストお手伝いしたいですね。焼き鳥はもうあとほんのちょっとで生態になれるので、まあ、そんなにクエストには困ってないんですけど、せっかくだからお手伝いしたい。どこかにお困りのトリケラトプスさんはいないですかね。あとはタイマン勝負を誰かとしてみたい、まあ、なかなかタイマンになることってないから難しいと思うんですけど、やっぱどうしても囲まれちゃうと不利ですもんね、まあ、それはトリケラに限らずどんな恐竜でもそれはそう。あ、というわけで移動していきましょう。トリケラ同士チーム誘ってみるか。あー、チーム入ってくれましたね。じゃあ一緒にチームクエスト頑張っていきますか。よしよし、暇してたんでちょうどいい。お花摘み、焼き鳥もちょこっとだけやるか。焼き鳥は大丈夫ですよ、取っちゃってください。よし、じゃあ今度骨格を集めに行きますか。ここに骨ありますよ。じゃあ、あとお花か。お花集めたら終わりかな。ちょっと焼き鳥そろそろ終了する時間になっちゃいましたからね。お花、お花、これもお花。あと10個ぐらいじゃ拾わせてあげたい。じゃあ焼き鳥も1個拾うか。どうぞ。あー、足んない。あと3つ足んないのか。困ったな。もうね、あとどっかありましたっけ。焼き鳥 HP 減ってるんで一旦お水飲み行きます。ごめんなさい。間に合うかな。そう、骨はさっきあそこにあったの思い出して取り行って、その間に焼き鳥を走ってお水飲み行くから。お水飲みに行くと焼き鳥あのクエスト外に出ちゃうんで、その前に骨取ってきて。骨は取れたのかな。まだ取れてないね。あと3個頑張って。1分30秒以内に骨取っちゃって。あ、 OKOK、 よかった。これでエリアクリアにもなったし、焼き鳥が果たすべき役目は終えたんじゃないですかね。最後にお別れしたかったけどちょっと会えないかな。それよりもお水だな。よし、じゃあちょっとパーティー解消しますか。お疲れ様でした。
お、なんかいますね。トリキラだな。二人組？肉食と組んでるんだ。襲ってくるかな。これは襲われそう。おお、女とこにも。いやー、これはチーム組んでんのかな、それともこの人たちが襲われてんのかな、どっちなんだろう。戦ってる感じはないんだよな。これはまずいですね。そういうことか。おお、これみんなグルなんだ。いやー、そういうことか。ティラノかな。デイノケイルスと戦ったのか。あー、やらかしましたね。ルートがない。あっちゃー。俺は死にますね。まずいです。あっちゃー。意味のない死に方しちゃいましたね。あー、せっかく北上してきたのに、ここに戻されちゃいましたね。なんか走ってるな。ケラトプス系ですね。あー、チームなのかな。ん、前方からもなんか来た。デイノケイルス。こんにちは。この人たちはチームなのかな。おお、こんにちは。草食恐竜がいっぱいですね。あのティラノと一戦交えるか。最後に、その前に焼き鳥は今ホームケーブデバフがかかっちゃってるんで、これを解かないことにはダメだな。うん、でもあのティラノさんいい人っぽいな。ちょっと攻撃するのをためらうんですけど。あ、これみんな仲間だったのかな。やべ。みんな仲間でしたね。失敗した。ティラノに喧嘩売らなきゃよかった。
そっかそっか、チームだったのか。あ、さてと、そろそろ真面目にですね、生態に向けてクエストやっていきますか。おお、グループ結成しましたね。よし、じゃあこれグループクエストやっていきますか。よし、行きましょう。まずはちょっとお水が飲みたい。個人クエストが木の根を集める。で、あとグループクエストがお花摘みですね。まずはお水を飲んじゃおう。あー、木の根あったな。多肉植物ですね、次集めるのは。あら、グループ解散ですね、悲しいな。あー、とうとう生態になりましたね。ちょっと地味な感じで生態を迎えちゃいましたけど、エオトリケラトプス、とうとう生態ですね。ちょっとこのチッチタケだけ集めちゃおう。いや、どうですかこの生態の姿。いや、たくましいですね。角もめちゃめちゃ長い。模様もなかなかいいんじゃないですかね。ちょっと毒々しい感じで。あー、素敵素敵。よし、じゃあ最後はやっぱインパクトクリエイターに生態になった姿を自慢しに行きますか。いや、ちょっと人が少なめですね。まあ、サーバーも40人ぐらいしかいないから、ちょっと人が少ないですね。から隣に来てる。あ、ワニさんも来た。いやー、のどかですね。黒龍さんも来ました。ちょっとずつ人が増えてきたかな。あー、ワニさんが、ワニさんが加えられてる。あー、加えられちゃった。よし、じゃあこれでホームケーブ帰って終わりかな。いかがでしたかね、エオトリケラトプス編。いや、途中ちょっと焼き鳥のせいで機材トラブルで、動画がボツになっちゃったりとかしたんですけど、まあ、とりあえず無事に生態まで行けましたね。やっぱ体が大きいからか、小さい恐竜さんから頼りにされることもあって、なかなかこういいですね。頼られるのっていいですよね。まあ惜しいのはやっぱりティラノサウルスとタイマン勝負とかしてみたかったなとは思うんですけど、ちょっとその機会がなかったですね。まあ、ティラノとの戦闘はまた別の機会のお楽しみですかね。